では影響体準備できましたらスタートボタンを押して始めてください。財布が落ちてた。マジか、中見ちゃいけねえタイプだけど、とりあえずカウンターでお預かりしております。黒の二つ折り財布です。C 番台の下に 1P 側ですね、 C 番台の 1P 側に落ちていました。二つ折りの黒い財布です。心当たりある方こちらのカウンターまでお越しください。はい、それでは行きましょう。影響対 1P 側、誰よりも早くチーム、サミットチップ、エンドチップ、チャップチップのチーム、先方サミットチップ、対する 2P 側、ホッタを励ます回、ハゲとマスですね。O2 アクセル、当時アクセル、K1 アクセルのチーム、先方 K1 アクセル、おっと、呼び出ししてる間にチップが1本選手、 B 番台終了。勝ったのはファウスト4。B 筐体呼び出します、 B 筐体呼び出します。先行の5番チーム、対するは、橘正樹チーム、スレイヤー3とアバ3チーム、 B 筐体になります。ごめんなさいね、今ジョニオさんが席外してるので、俺一人じゃどうにも回らないことがあるんですよ。アバ3チーム全員いらっしゃいますか。はい、スレイヤーの方は今ちょっと月子ちゃんがトイレ行ってるんでね、まあとりあえずじゃんけんだけしていてください。はい、財布見つかりました。俺のだ俺のだっていうジョークもうなしだよ。あ、そのまま続けて大丈夫です。あ、やっぱ死んでください。こう考えると一撃準備って一撃準備システムって本当便利だね。だって他のゲームとか強パン強パンとかじゃないと死なないからね基本的に。さあ改めていきましょう。先方サミットチップ、対する中堅当時アクセル、まずは先手決めてるのはサミットチップ、ジャンプ D からワンコン決めて KS と降りてきて、タッチパンジャンプ D 落として画面端、これは下段までガードしてエース弁天2杯から足払い、離れるチップ、手裏剣当たって KKPKKD、 中央に逃げるアクセル、 D 点青バースト、中央に出てしゃがみくらい PD アルファブレード、まず1本目サミットチップ。さあ開幕6回、さあこのチップの素早さ、牽制が長いアクセルどう捉えるか、弁天ガード、しかしキンス間に合わず相打ち、 FB 極左カウンターだから拾います。ハイスラ弁天アクセルボンバーでダウンを奪って、総裁から確認して 2K 出して、裏のジャンプエース表ジャンプアイスラ、裏のジャンプハイガード、ダストもガード、中央逃げる立ちハイで迫ってきて三角飛びがちょっと低めのやつ、ベータ青から2段ジャンプで翻弄して
元老飛んで、しかし 6P だが足しが繋がらない。飛ばない。虚空の青が出ない。バースト使ってガンマから足したいすら。先方に立てサミットチップ。そうですね大将オーツアクセル、マシュマロ SC、 まずは遠距離、そして中距離付近まで近づいてスラバで抜ける。寿司が繋がらない。遠 S 連戦撃ダスト、ジャンプ D にバスト。さて8室のスカリにワンコ決めてバースト使っていくアクセル、ジャンプスカウンター、ジャンプ K で拾ってジャンプ D、 受け身狩り食う投げ、大文字ジャンプスガード、デッドアングルスカッシュ、1本目サミットチップ。天宝石、これは 6K で拾って 2S ハイスラベンテン、ダウンオーバーって飛んでかわす。しかし三角飛びのところはの勝ち。はい、C 筐体呼び出します、 C 筐体呼び出します。ハウス名作劇場、フランダースの画廊メイ、私がヒゲナカおじさんメイ、アルプスの少女ハイジメイのチーム、対するは、クリフ3チーム、C 筐体になります、 C 筐体になります。勝ったのはサミットチップ、オッツ。はい、 A バンダイ、次お待たせしました、ベノム3、ベノム3チームとカイ3、A バンダイ、ベノム3、お待たせいたしました。フィーノベノム、XTC ベノム、ヘブンベノムチームと、カイ3、お願いいたします。